12月7日、フジテレビ系大型音楽特番、2022FNS 歌謡祭第1夜が放送され、ジャニーズの人気9人組グループ、スノーマンがジュリーこと澤田賢治の名曲をカバー。このパフォーマンスに対し、澤田主演映画の公式ツイッターが、9人でも勝てない、などと投稿し、ネット上でスノーマンへの侮辱では。と波紋を呼んでいる。 同番組では今回、リスペクト、カバーと称して、世代を超えて愛される名曲を実力派シンガーがカバーする特別企画を放送。その一つとして、澤田が1977年にリリースした「勝手にしやがれ」をスノーマンが披露した。ネット上では、ファンからスノの「勝手にしやがれ」最高すぎた、ジャニー、北川。 サンがリスペクトしてたジュリーの歌をスノ o マンが歌わせてもらえるのはすごく光栄なこと、などと喜びの声が相次いでいる。シミ濃い人は絶対やって、冷蔵庫のあれで消えるよ、3日間試した結果シミがポロ。PR、ジャニーズ創業者のジャニー氏は生前、アイドルを売り出すための戦術を、当初提携していた渡辺プロダクション所属のザ・タイガース、澤田らが所属するバンド。後に解散。 から学んだことは有名ですまた、ジャニー氏は、ソロアーティストとして、歌のみならず俳優業やコントもこなす沢田をリスペクトしていた。少年隊の西木織和清は、若い頃、ジャニー氏から、ジュリーを見てごらんよ。あんなにきらびやかに歌っているのに、あんなに面白いことやるんだよ、見習わなきゃだめ、などと、よく沢田の話をされたことを明かしています。芸能記者。 まさに今回のカバーは、ジャニー氏がリスペクトしていた澤田を、世代を超えてスノーマンがリスペクトする、という歴史的な光景とも言える。しかし、スノーマンのパフォーマンスに水をさすような出来事が起きてしまった。2022FNS 歌謡祭が放送された7日、澤田が主演を務め、2番手に待つか子が出演する映画、土を喰らう12ヶ月、公開中。 の公式ツイッターがウーム見てしまいました。勝手にしやがれ、確かにダンスにはキレがありました。でも、歌唱力、歌詞の行間と余韻、あと、ファッション、9人でも勝てない澤田健二さんの実力を痛感しました。でも、若者にもジュリーを知ってもらえるきっかけになってよかった、と、ンにスノーマンの実力不足を指摘するようなツイートをしたのだ。